どうもこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回は様々な名作レトロゲームにおいて、これをやってしまうと時に難易度が爆上がり、最悪の場合はツンデリセットが必要になることもあるというような、やめておいた方がいいプレイについて紹介していくぜ。ゲームって基本的には自分で好きにやって、時には失敗したことからも学ぶことがあったりなんだけど、中にはその失敗があまりにきつすぎるものもあるわよね。今回紹介するのは多くの人が経験して苦渋を味わったものや、この場面でこれをするとそんなことになるのかというちょっとマイナーなものもあるので、最後まで楽しんでいってくれなんだぜ。今日はどんな作品の思い出に出会えるのかなぁ。そんなわけで早速スタートなんだぜ。まずはロマンシングサガ3における、やらない方がいいプレイについて見てみよう。サガ系は危険な要素がいろいろありそうだぞ。まずはなんといっても一つのデータに上書きセーブ。うわぁ、いきなり積んだ思い出が蘇ってきた。ロマサガ3では他の RPG と違いどこでも自由にセーブできるので、かなりこまめに上書きセーブする人も多いんだが、それが場所によってはとんでもないことになる。セーブを分けないのは危険すぎる。まずはなんといってもラストダンジョン。うぎゃあ。ここは一度入ってしまうと外に出ることができないため、ラスボスと戦うのに十分な戦力がない場合、最後の最後まで気絶む可能性すら出てきてしまう。子供の頃はまさにラスボスが倒せなくて、ずっとラストダンジョンをうろうろしながら地獄のようなレベル上げをしてた記憶があるわ。ちなみにロマサガ2の方は同じ理由でガチで積みました。確かに2の方が上書きセーブしてしまった時の絶望はでかいかもな。他にもボスを撃破しないと出ることができないダンジョンなんかもあり、とにかく一つのデータに上書きセーブはサガシリーズでは厳禁な行為だった。本当はデータを分けてセーブしたいけど、兄弟がいるから一人一つしかセーブデータを使えない悲しさよ。次が序盤でいきなり東方に行くということ。これも間違いなくやっちゃダメ。本来東方は四魔貴族を倒した後に訪れるべき場所なんだが、ロマサガ3ではそのあまりに高すぎる自由度ゆえ、序盤にいきなり行くこともできてしまう。でも東方は一度行くと戻ることができなくなっちゃうのよね。そうなんだ。すなわちパーティーメンバーや装備品などを整えることができない。そして当然序盤のメンバーでは東方のボスを倒すことができずに済む。これもめちゃくちゃ頑張ってレベル上げとかをすれば、なんとか突破して戻ってこれるかもしれないけど、そこまでやるなら絶対に最初からやり直した方がいいわよね。間違いない。あとさっきのラストダンジョンの話で思い出したんだけど、サラと少年主力でラストダンジョンに行くのもかなり危険な行為じゃない？確かにそうだな。サラと少年はストーリー上ラストバトルに参加することができない。つまりこの二人を主力として育てて使ってきた人にとっては、いきなりとんでもない戦力型落ち状態になるのよね。まあ一応サラをラスボス戦で離脱させない方法もあるにはある。え、何それ、教えてほしいんだけど。サラを主人公にしてラストダンジョンまで進み、そこで他の仲間の LP を例にしてサラ一人になる。なんか嫌な予感しかしない手順だな。そのままラストバトルまで進みサラが抜けると他に戦うメンバーがいなくなってしまうので、その場合はサラが抜けずにそのまま一人でラスボスに挑むことができるんだ。それもはやサラと少年が抜けた時よりきつくなってるだろうが。続いては時メモにおける危険なプレイ。ギャルゲーなんてそんなに難しく考えずに、好きにプレイしてれば望み通りのエンディングに行きそうな気がするんだけど、だが時メモにおいてはそうはならない。その最大の障壁となってしまうのがまんべんなくプレイするということだ。私の場合はどのパラメーターを上げたらいいかわかんないし、いろんな女の子のことを知ってみたいから、それこそまんべんなくプレイしちゃいそうだけど、そもそも時メモにおいて新しい女の子が登場する条件というのは、特定のパラメーターがある一定以上になり、その上で特定のコマンドを選択するというもの。文系のパラメーターを上げつつ文系コマンドを選択すると、文系女子が新たに登場するみたいな感じかな？まさにその通り。そしてまんべんなくプレイしていけば登場する女の子の数はどんどん増え、一見学生生活はバラ色のように思える。いろんな異性から言い寄られるとか最高じゃない？だがそんな八方美人な振る舞いをしていると、徐々に相手にされない女の子は傷つくことになってしまう。最初のうちはどんな子か興味があってデートとかに誘ってみても、ちょっと自分には合わないなーって、それからデートしなくなることもありそうなものだけど、すると女の子が爆弾を抱えるようになり、それを処理しないと大変なことになる。ダイハードか何かですか？そしてそれが爆発すると主人公は死にゲームオーバー。え？というのは冗談で、全員の女の子の好感度が一気に下がってしまうんだ。他の女の子の好感度まで巻き添えにするとか厄介だなぁ。それってどうやって処理すればいいの？処理するにはデートをするだけで大丈夫だ。ヤンデレか畜生。でもそうなると本命の女の子とのデートの機会が減っちゃう。まさにその通り。まんべんなくプレイしてたくさんの女の子が登場すればするほど、後半では爆弾処理に追われ、やっていることはデートという名の機嫌取り。こんなはずじゃなかったのに、
そして最悪の場合には、本命ではない女の子に告白されてしまうという、誰も救えない結末になる可能性すら出てきてしまうんだ。これがモテる人の苦しみってやつか。じゃあ私はメインヒロインの藤崎しおりだけに絞って攻略するぞ。だが藤崎しおりは全てのパラメーターが高くなければ攻略は不可能。じゃあ藤崎しおりを狙うには結局まんべんなくパラメーターを上げなきゃってこと？そしてその結果たくさんの女の子が登場する。これが藤崎しおりの攻略が難しくラスボスとまで言われていた理由なわけだな。そういうことだったのか。続いては聖剣伝説3。2周目以降であったり攻略情報を見ながらであれば全く問題ないんだが、そうでない場合は最初の主人公選択の際に、リース、ホークアイ、アンジェラの3人を選んでスタートすると、とてつもなく難易度が上がってしまいかねない。この3人にもそれぞれの良さがある気がするけど、具体的にはどんなところで難易度が上がっちゃいかねないんだろう。それが3人とも回復魔法を一切覚えないということだ。ああ、確かに言われてみれば、序盤からラストダンジョンまでずっと回復は全てアイテム任せって、中級者以上であれば問題ないけど、初心者がそれをやったらとてつもなく苦労する未来が見えるわ。そうなんだよな。ちなみに今作では全体回復アイテムのポトの油がブラックマーケットでのみ購入できるので、ある程度慣れている人であればポトの油を買いだめしておくんだが、そうではなく行く先々で回復アイテム切れにヒーヒー言いながら、現地で購入した単体回復アイテムでしのぐのではとてもじゃないが身が持たない。それにどの方向にクラスチェンジするかによっても、誰が使ってもある程度強い初心者向けのクラスから、上級者じゃないとなかなか使いこなせないクラスとかもあるから、そこでまた難しい方を引いちゃったらとんでもなく難易度が上がりそうね。そうだな。さすがにそれでロマサガみたいに積むというところまではいかないだろうが、聖剣伝説3ってこんなに難しいんだと感じながら1周目をクリアし、2周目では選ばなかったケビンやシャルロットを入れて、急に簡単に感じるということもあるかもしれないな。ケビンの火力とシャルロットの全体回復が便利すぎたもんなぁ。そういえばドラクエ3なんかも最初にパーティーメンバーを自分で決めるけど、あれも回復薬の僧侶を入れないと難易度がとんでもなく上がっちゃうんじゃない？いや、ドラクエ3の僧侶なしに関しては聖剣伝説3よりもなんとかなることが多い。そうなの？まずそもそも主人公である勇者が回復呪文を覚えるし、貴重な全体回復であるベホマラーを僧侶が覚えるのはかなりレベルが上がってからで、その頃にはダーマ神殿で転職ができるようになっているので、そこから賢者を育てたりもしくはそのタイミングで誰かを僧侶にしたりと、割と軌道修正は容易と言えるな。なるほど、同じ回復系を入れないっていう選択でもやっぱり作品によって印象はだいぶ変わるのね。続いてはファイナルファンタジー5。今作ではジョブシステムによっていつでも自由に仲間のジョブを変更できるんだが、特定の場面でとあるジョブにすることによって都合が悪いことがちょくちょく起きたりする。確かに中には使いこなすのが難しい上級者向けのジョブもあるけど、都合が悪いことってのは一体どんなことだろう？まずはバーサーカー。バーサーカーはその名の通り戦闘中にバーサク状態になり操作不能になるんだが、全員がバーサク状態になるとさらに副作用として戦闘から逃げることもできなくなってしまい、さらにチキンナイフを装備させているとそのトンズラ効果と相反してバグってしまい、戦闘に勝つこともできず逃げることもできず、リセットするしかなくなってしまう。全員バーサーカーにすることなんてめったにないだろうけど、ジョブを一つずつマスターしようとしてる時ならないとは言えないし、これは危険だわ。続いてはラストバトルでバッツ以外のメンバーの誰かを薬師にするということ。ああ、これは確かエンディングがひどいことになるのよね。そうなんだ。なぜかバッツ以外のメンバーに薬師がいる状態でクリアすると、エンディングで薬師が出てくる場面でフリーズ。そこからはうんともすんとも言わずにリセットするしかなくなってしまう。薬師は調合が強力だから、一人くらいは入れた状態でラスボスに挑むこととか全然ありそうだし、これもだいぶ危険だなぁ。続いてはこれまでほど致命的ではないが、ゲームの難易度がかなり上がってしまいかねないもので、序盤から赤魔導士をマスターするまで育てきるということ。赤魔導士は白魔法も黒魔法も使えるし物理も多少いけるから、万能ってことで早いうちに育てる人もいそうだけど、だがその実態は万能というより器用貧乏。マスターしてもラケイの魔法までしか覚えない上に肝心の魔力もあまり高くないので、魔法によるダメージも回復量もかなり控えめ。じゃあ物理はどうだろう？純粋な魔法系のジョブに比べて装備の幅は広いが、結局盾などは装備できないし力も大して高くないのでこちらの活躍度も微妙。そしてなんといっても超絶致命的なのが、マスターするまでに必要なアビリティポイントの量だ。赤魔導士マスターにはどのくらい必要なんだっけ？
全部で1159ものアビリティポイントが必要なんだが、このくらいの量があれば何ができるかというと、例えば狩人マスターまでの600と忍者マスターまでの690で、二刀流乱れ打ちの8回攻撃ができるようになっているし、白魔導士マスターまでの580と青魔導士マスターまでの350で、様々な状況に対応した魔法系キャラを作ることもできる。確かに本来だったら8回攻撃をしたり羅系の魔法を使いこなしてるような状況で、未だに羅系の魔法とそこそこの物理攻撃で戦ってたら、難易度も上がってくるはずだわ。人によっては一つずつマスターしてから次にというこだわりの人もいるかもしれないが、それをするならそれなりの覚悟がいるということだな。他にも様々なゲームで難易度が上がってしまう行動があるので、一気にまとめてみていこう。おお、まずはバルキリープロファイルでのアーティファクト全献上。これは間違いない。初見プレイの時はアーティファクトを献上しないと大変なことになるみたいな印象で、とにかくこまめに献上してたけど、いろいろ攻略を知ったら実は全然献上する必要がなくてびっくりしたわ。しかも中には攻略上非常に重要になるアイテムなんかもあったりするからな。そういうのを献上しちゃったらもう大変。あと個人的には第4次スーパーロボット対戦で、リアル系のロボットばっかり育てて終盤の火力不足でかなりきついことになったことがあるわ。確かにスパロボで火力の高いロボットを育てないと、終盤の硬い敵の体力を削るのにかなり苦労することになるんだよな。当時はガンダムくらいしか知らなかったからガンダムばっかり育ててて、終盤毎ターン回復するボスの体力を削りきれなくて詰みました。育てるといえばファイナルファンタジー6。世界が崩壊してセリス一人になった際にレベル上げをすると、後から加入した仲間もレベルが上がった状態で加入してくるが、その際に魔石ボーナスなしでレベルだけ上がってしまうので、それも人によってはかなり嫌な要素かもしれないな。FF6 の場合それでクリアできなくなるってことはさすがにないけど、こだわり派としてはちゃんと魔石ボーナスも考慮して、自分の納得のいく最強のキャラを作りたいわよね。そうなんだよな。あと昔シムシティで、いきなりマップのど真ん中から街を作り始めて、最終的に工業地帯がマップの至るところで郊外を撒き散らすことになって大変だったなぁ。確かにシムシティでマップの真ん中から街を作り始めるというのは、郊外なんかの管理が大変になるのでかなり難易度が高くなってしまう要因かもしれないな。そんなわけで今日の動画はここまで。こうやって毎回毎回いろんなゲームの思い出を振り返っていくのが楽しい。それじゃあまた次の動画で会おうなんだぜ。またねー。